することがない。暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ、自由に飛び回りたいぞ。一日？オイラは何ヶ月も経ってる気がするけど、あ、いや、何ヶ月は大げさでも。少なくとも20日以上は経ってるだろ。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっき辺りを一周してみたんだが、今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。こっから出て街ん中を転げ回りて、それか虫相撲をして。親分、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。外に行けばラーメンを食って花見だってできんのによ。ラーメン？待てよ、旅人、ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど、どうしたんだ。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも飢えのせいではなく気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、腹が空かないだけじゃない。体も大して疲れていないようだ。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ。そりゃおかしいな。それが本当ならあのアンちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、出かした。出口、出口。いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるんだな。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ全員揃っていることだし。おお、早く行こう。
お望み。戦場のお掃除の時間です。うん、これで間に合った。失礼。いいとよ。工作せよ。お疲れ様。やっほていてる。本当にあれは傷つけることなどできない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。あった。
礼儀に気をつけます。はっ、やっ、えい、雪を前、はっ、はっ、おい、必要な方がいるはずです。助けが必要な方がいるはずです。糸よ、工作せよ。失礼、神里流。消滅。え、よ、ふ。岩の重さは三。おやおや。土台を刺しているみたいだ。行ってみようぜ。この下に何があるんだ？あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか？早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。はあ、コウマ大聖？ショー？ショーなのか？おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か？コウマ大聖、私たちの声は聞こえるか？おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。影、しかし、なんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。
運がいいね。怪我はねえか。偶然だと。待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち、一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大聖、一体何が起きたんだ。今どこにいる。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた。一体どこに行ったんだ。怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえ、あんちゃん。この俺様がすぐに助けてやる。おやぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。ぐっ、あっ、俺様のケツが。どうやら穴はかなり深い。みん、ことね、俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ。同情するところだろ、ここは。同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。それに痛いのは私じゃないから。パイモン、笑ってはいけないぞ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。忍、お前は鬼か。心つむがねえのか。待って、おそらくコウマ大聖はここにいない。こんなところに門があるなんて。なるほどな、ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。あんちゃんはきっとあの中にいる。そんな気がしねえか。なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣っているところだ。わかるか。お前らには門を開ける度胸がねえってことだろう。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、どいたどいた。これを開けりゃ外に出れるはずだ。大さん、悪鬼大さん。うわあ、私の目がおかしくなったのか。門の中に人がいたような。んなわけねえだろう。きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。何度だって開けてやれ。
毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして、大さん大さん、あの人たち豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け、お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ、人間じゃねえ。それよりもこの門はもしかして稲妻へ通じているのか？そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ？おいパイモン、次はお前が行け。無理無理、おいや怖いから。誰かが代わりに。私がやろう。おう決まれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。忍、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ？一体何が起きたんだ？おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくてリーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう？ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものにつくのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けたやつの苦手なもんが現れるみてえだな。こんなの誰が開けられるってんだよ。あのあんちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたらそれは私じゃないわ。どうしてだ？この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はあ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い？このバカ！隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。
その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人は全く、はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ。誰でもない、ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。うん、つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと。いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ、人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか。私を見ないでちょうだい、絶対にやらないから。言えらんよ、ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けてもし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら。おお、そうか、すげえじゃねえか。それよりも忍、天中園行子って誰だ。秘密を探っていることがバレたら生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人、それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか。俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ、試してみないか。そうだな、この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。行方不明のショーがこの中にいる可能性もゼロじゃない。やってみようぜ、あんちゃんが中で待ってるかもしんねえ。旅人、何か見つかったか。助けなきゃならねえ人は、あんちゃんはこの…その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな…大丈夫だ、お前のお兄さんならオイラが一緒に探してやるから。くそ、この妙なもんめ、ぶん殴ってやれて。疲れてさえなかったらオイラも一緒に殴ってやったぞ。おい、どうした、
元気ねえじゃねえか。つまりあの門を通っても高魔耐性は見つからなかった。この秘境なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは高魔耐性の跡を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それにいろいろとあったせいか少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けどまだ致命的なものではないはずよ。でなければ何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹感や疲労感に急に見舞われないよう食事と休息はしっかりとっておいた方が良さそうだ。はい、おいら急に疲れてきたぞ。いろんなことがありすぎて心に余裕がなくなってきたのかも。喋ってたらなんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では私たちが疲労や空腹を感じないのはこの空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ高魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おいチビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？今までずっと休んでいないのだろう。本当に大丈夫なのか？問題ないわ。私は集中力を必要とされる重労働が得意なの。それに君も何か新しい考えがあるんでしょ？気づいてたのか。人の表情を読むのも私の仕事よ。ああそうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。ちゃんと整理して形になってから伝えることにする。そうね、私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。そうかしら。今は皆で解決策を考えないといけないからな。助けが必要。こんなことが起こるとはな。あ、牛よ、あの門をもう一度見つけてくれねえか。気にすんな。ああそうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。あそこでまた会おう。旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。一刻も早く高魔耐性と合流すべきだろう。しかし都合が良すぎると思わないか？お前から高魔耐性のことを聞いてすぐにあの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。高魔耐性がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見た高魔耐性の反応から察するに、おそらく彼は
私たちと別の空間にいるはずだ。もしかするとこの空間は元より錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそどこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば、そして先ほど鉱魔耐性の身に起こったことについて、私たちは彼に会ったのではなく別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったのを。ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。鉱魔耐性の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざと鉱魔耐性の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちが鉱魔耐性と会話したことはそれにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、た心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかこの感じ、うん、そこか。はあ、はあ、イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。